皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はね、超やばいのを持ってきました。今回のパズルはこちら、ペント T というねパズルです。もう見るからにやばそうな感じの、これね、僕のチャンネルでもいくつか紹介しているコンスタンティンさんのブランドのパズルですね。これね、パズルマスターさんね、カナダのパズルショップから購入しました。ちょっとね、本当はね購入する予定はなかったんですけど、ちょっと諸事情により手に入れてしまったので、今回ねこれをね、ちょっとやってみようと思います。でね、毎回パズルマスターさんで購入すると、パズルマスターさんのところで難易度ね、6から10までで難易度を設定してるんですよ。これね10です、マックスで、パズルマスターさんの英語でね、難易度の横に単語が書いてあるんですよ、いろいろで。10はですね、マインド、ボグリングかな、マインドボグリングって書いてあって、意味を調べたらですね、度肝を抜くとか気が遠くなるとか、本当に最上級の驚くとか、そういう意味の単語らしいので、本当に気が遠くなるようなパズルですね。でね、一応ね、ジグソーパズル系なんですよ。ただね、どういう風にハマってるかというと、ちょっと外してみましょうか。ほら、こんな。よ、おお。よくこんなピースを作りましたよね。っていうくらい手が込んでる。あ、バラバラになっちゃった。こういう感じです。日本に寄木細工のパズルありますけど、それとは違った魅力というか細かさでね、すっごい、あ、バラバラになってしまった。ピースの数は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ピースですね。ほら、すごい。これがこうやってはまったりするわけですね。あ、これははまらないか。こうか。おお。裏はないので、これは向きはこっちだけなんですけどね。このね、柔軟ピースを元に組まないといけないんですよ。本当に、やばいですね。絶対元に戻す自信がないぐらい難しそうなんですけど、とりあえずちょっとやってみようと思いますが、さすがに本当にノーヒントで難しくて多分できないんじゃないかなっていう気がするので、ちょっと今回はね、これね、パズルマスターさんから届いた時はさっきみたいにね、完成形で届いて、バラバラにしちゃったんで全部覚えてないんですけど、この細長いピースがね、ここにはまってたのは覚えてる。で、この台の方にちょっとこうピンがあるので、これにね合わせて、こう、確かこの辺だったかな、角だったかな。で、こっち側には少しこういう模様が角と角にあって、ここはちょっとね、こう空いてピースを置いてるはずなんですよ。なので、こっからやってみようと。もう一つヒントをね、これがスタートで、あとね、これパズルマスターさんのサイトの写真、答えは載ってないんです。このピースがね、ここにはまって最後完成するよっていうのが出てるので、これがですね、これか、これなんですね。で、おそらく見たところですね、この辺なんですよ、多分ね。なので、これがここにはまる、で、これがここにはまる前提でね、ちょっとね、やっていってみたいと思います。さあ、まずはでもここだろうな。ここにはまるから、この角のとこですね、この辺だろうな。だから、この角のところに1個ピースがはまりそうなんですよね。角のところでしょ。それにしてもすごいピースの形状。これもついてる。これはついてるか。
これかな？あ、これっぽいですね。これが多分ここにはまるんじゃないかなと。こう？あ、違う。あ、違うんだ。ここにはまらないんだ。なるほど。ちょっと違う。ピースの形状が。ん？違う？こうじゃはまらないのか。ちょっと違うんですね。これじゃないや。でも多分角に何かしらはまるのがありそうなんですよね。これも違うかな。角にはまりそうなピース、これすでにはまりそうなピースがない。最後ここにぴったりはまるから、あ、そっか、これじゃないんだ。これかな。これでもないな。どうだろう、こういう風になるはずなので、これとかかな。こう、ちょっとはまるとこ見てみましょうね。おお、めちゃめちゃぴったりですよ。こうね、この隙間同士が、おお、はまると本当に境目がわからなくなりますね。こうかな。で、ここが角にはまると。よ、あ、こういう感じじゃないかな。こう。で、こっち側の辺とこの横の辺のデザインがちょっと違うんですよね。こっち側の辺はこういう風になってて、横の辺はね、こういう形。なので、その辺も目印になるんでしょうね。多分これで合ってそうな気がする。で、そうすると、ここにはまるピースを探せばいいのか。これかな？これ以外に、例えばこれとか、これははまる？これをはめてみよう。よっ。おお、はまった。正しければいいんですけどね。で、次ね。ここか。これじゃない。なんかすごい、すごい本当にピースの形状ですよね、これね。こうだと、これがはまる？もしかして。あ、はまった。あ、いけそうじゃないですか。で、この角はね、こういう風にここが開くんですね、スペースがね。おお、この、なんでしょうね、すごい柄。海の生き物でね、人手の仲間でテズルモズルっていうすごいうねうねしたのがいるんですけど、それに似てる。よくこんなのをまず作りましたよね。で、ここにぴったりはまりそうなんだよな、これが。あ、結構、お、ぴったり。ここまで合ってそうな気がするんですけどね。こうかな？ん？よっ。あ、はまるはまる。お、はまったけど、ここにはまるもの？あ、これ？あ、違うな。これじゃないんだ。ここまでやって間違いかもしれないですけどね。どれだろう、次。ここにはまるものね。これはさっきやったか。これ？これはこうははまらない。そうすると、これがはまらないとなると、ここは間違いだってことなのかな？もしかしたら。そうかもしれない。そうすると、これが違う。これが違うということは、これも全部違うということかな？うん。難しい。これを違うのにしてみましょうか。これを例えば、これとかでもいけるの。ああ、なるほどね。
そうするとですね、いや難しいな、やっぱりこうでもいけるけど、あーこうでもいけるのか。結構やっぱりハマるパターンが多いですよね。でも最後の方で辻褄が合わなくなる。これは違うしな。うん、これも違うような気がする。これが違う、これも違うかな。いやー、やっぱり難易度10は難しい。こういう感じ？どうしよう、こっちから始めてみましょうかね。これが単純に変でこうなるのかな。ここに一ピースね、入りそうですけどね。さあここまで来ましたけどね、これで綺麗にはまるのか。ここまで来てもはまらなそうな感じはしますよね。あ、でもこれがここか。おお、はまるかもしれない。あ、でもこれが違うな。ここにはまらないですね、もうね、すでに。なのでちょっと、あ、無理だ、無理なんだ、無理でしょうね。これがはまるとしても、あー無理だな。ということはどこが違うんだ。これが違う、これが違うとしてもダメだから、これも違うのか。でこれも違うとなると、ここから違うのかな、やっぱり。いや難しい。終わるのかな。そうすると、あ、これがはまる。お、でも最後ですよ、これが多分もう無理じゃないかな。はまらないよな、きっと。違う。これがここにはまるでしょう。これは、お、はまるはまる。こう。お、いける？こうでしょう？はまる。お、はまるのか、もしかして。お、こうか。お、よ、お、完成。おお、で、できました。すごっ。ペントティー完成しました。やったー、綺麗、めちゃめちゃ綺麗。いや1時間ぐらいですかね。いやーすごい。
ちょっとただせっかくなのでね、もう一度最初からちゃんとやってみますね。だからこう、これはこうでしょ？こうなってて、こうなってて、こういう感じだから、まずこうで、ここで、どれだ？ここにあって、ここにはまって、こうか。これがはまる、よ。こうね。で、これがはまるでしょ？で、これか。これと、よ。これが、ここですね。ここにはまって、で、この上は、こうか。こうはまってて、これがここにはまってて、そして、これがここだ。で、これがここにはまって、最後に、このパーツがここなんだな。で、これがここにはまって、おー、できましたよー、やったー。いやー、大変ですね、このパズル。出来栄えは素晴らしいですけどね、相当大変です。いやー、何はともあれペント T 完成しました。ということで今回ね、コンスタンティンのペンと T というパズルにチャレンジしてみました。本当にめちゃめちゃ難しいです。でもし購入される方はですね、下にリンク貼っておくので、パズルマスターさんからですね。いやー、ただパズルマスターさんもこれもね、多分答えはダウンロードで来るのかな？多分頼めば。ただ完成の状態で届くので、まあ、ばらしてね、もう一回組み立てるときに、さすがにちょっとヒントがないと大変だと思うので、で、届いた時の写真をね、こう、撮っておいたんですよ。で、これちょっと画面だとわかりづらいんですけど、これよーく見るとね、この、まあ、こうやってね、組み立てちゃうと本当にね、どこがつなぎ目かわかりづらくなるんですけど、やっぱちょっとだけ写真でね、こういうね、黒い深い筋のね、境目とかちょっとだけ映るので、まあそれもヒントにできはします。つなぎ目がこの辺にあるんだなっていうのは写真でも、まあある程度のこう判別はねつくのでね。まあなので、もしご購入されて自分でやりたい方はですね、まあ完成のまま来て一回自分でバラさなきゃいけないので、バラす前にですね、完成図の写真を撮っといてヒント用に持っといた方がいいです。じゃないと本当に自力ではね解けないかもしれない。相当大変。ただ完成すると素晴らしいですね。よくここにぴったりハマったなって、あんなピースが。あと、こうね、結構ピースのこの部分が細いのでね、はめるとき気をつけてください。破損する可能性もあるのでね。まあ、そーっとやりながら完成させてもらえばと思います。いやー、頑張りました。まあ、今回はペンと T でした。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひチャレンジしてみてください。それではまた。